欧州で唯一公的な衝突テストを行うユーロンキャップコンソーシアムは9月6日新型マツダ CX-5 の衝突安全テストの結果を公表し最高評価の5つ星と認定したユーロンキャップの衝突テストは全面オフセット時速6 4トル、側面時速5 0トル。 ポール衝突時速 32km、歩行者衝突時速 40km で行う。ユーロンキャップの評価は4項目に応じてポイントを配分。最新の制度では最重要視される。 成人乗員保護性能にポイントの40%を配分。子供乗員保護性能と歩行者保護性能、エアバッグや ABS、ESC などの安全補助装置の3項目には各20%を配分する。さらに、ユーロンキャップは2015年から、 全面フルラップ衝突テストを導入。背の低い女性ドライバーと後席に乗員を乗せた状態を想定し、テストを行う。緊急回避の自動ブレーキをはじめ、先進の安全装備も、 評価基準となった。最高の5つ星を得るためには、成人乗員保護性能で80%以上、子供乗員保護性能で75%以上、歩行者保護性能で60%以上、安全補助装置で50%以上のポイントを獲得するのが条件。 4項目の1つでも、基準のポイントを下回り、4つ星以下となった場合、総合評価で5つ星と認定されない。新型松田 CX-5 のテスト結果は、成人乗員保護性能が36.5点、95%で、5つ星の条件をクリア。 子供乗員保護性能は39.4.80%で5つ星の条件を満たす。歩行者保護性能は32.8.78%と5つ星条件に適合。 安全保障装置は7.1点59%と5つ星に必要な50%を超えた。これらの結果、新型 CX-5 はユーロンキャップから総合評価で最高の5つ星認定。